この両チームにはユースの代表候補の選手がそれぞれ東福岡に3人、そして清水商業に2人含まれています。さあこのボール、ここが行く、ここが行った、シュート、入った。前半3分にまず先制、ミドルシュートを決めました古賀誠司。去年この東福岡のレギュラーでしたグランパスに来ました古賀正弘選手の弟になります。去年は兄弟でこの大会にも出場して準優勝という成績を収めています。さあセンタリング本山、今挙げた本山君もまあ代表候補なんですけど、彼は非常に広い視野を持ってますんでね、はい、これも気をつけなきゃいけない。さあこれもチャンスになる、はい、左サイドには古賀誠司が待っています。そして真ん中本山、さあ本山どうする、打っていくか、打っていった、しかしこれはポストの左です。この本山もユースの代表候補、ええ、それとここまでリズムを持っているのはですね、はい、ディフェンス の, その速さがちょっと違うようなケースですね、はい、清水翔也とは。本山、宮原、そして古賀大蔵、カットされました。1対0と東福岡がリードしています。前半3分の古賀誠司のミドルシュート、さあスペースがある、打ってきました。池畑、前線の小野、頭で落として上原、上原どうか、チャンスですね、あった、倒れたか、ホイッスル、PK です。まあ今千代丹田君ですね、思わず足をかけてしまいましたけど、はい、その前のボールが素晴らしいボールが出ましたね。ここトリッピングの反則ですね、はい、小野のこのヘディングのパスです。そうですね、この3分ぐらい前からこういうような攻撃をしてましたので、はい、それが実ってきましたね、さあ PK を得ました清水商業、同点のチャンスです。前半の16分、決勝戦1対0と東福岡高校がリードしています。 PK を蹴るのは小野です。セットプレーはこの小野がほとんど蹴ってきます。利き足は右、決まった、同点、1対1の同点。そうですね、今キーパーもよく読んでたんですけどね、玉村君コースが良かったですね、それほど強力なシュートではなかったんですが、非常に冷静にキーパーの動きを見ていました。キーパーもこのように反応しているんですが、そうボールの速さが少しなかったんですけど、はい、低い分ですね、ちょっとあの弾くことできませんでした、清水商業はこの大会5年連続6回目の出場、そして東福岡は2年連続3回目の出場です。そうですね、さあ清水商業また攻めていく、いい形が出だしましたね。がホイッスルありません。左の小林、小林君左利きですんでね、こう思い切って、そうですね、こういう形で真ん中に上げてきた、木村シュート打てません。もう一人本山がいます。小林、そして小野が走り込んでいく、これいい形ですよ。さあいい形ができた、小野真ん中を見ている、上原に通るか、通りません、今千代丹田君よくスライディング乗られましたね、はい、今日は小野が非常に積極的に前に出ています。さあ真ん中に上げました、木村、木村ミドルシュート、これはヒットしません。さあどうか、太田外れた、今ベンチの中央に座っています。久保さん、グラウンダーのボールということなんですが、ここはチャンス、これチャンスですね。さあどうか、シュート、打ってきました、10番上原、まあ、ちょっと角度なかったところ、7番の小林、清水商業、小野が効いています。そして小林、真ん中には太田、今のも素晴らしいボールなんですね、逆スピンがかかってですね、ディフェンスがこういけないボールなんですね、止まってしまって、3番大野、小林から小野、ワンツーが通りません。さあシュート打てない、そうです、この取った後ですね、早い展開、本山、あっと足がかかった、ホイッスル、そしてここはイエローカードが出ますか。そうですね、池畑君ちょっとそのアプローチが遅い分ですね、はい、イエローカードが、本山君、
4番清水商業の池畑、この池畑にイエローカードが出ました。今大会初めてのイエローカードです。まあ、代表の候補ではチームメイトなんですけど、はい、まあ、ここではそんなこと言ってられませんので、そうですね、羽根子、本山、これはノーホイッスル。宮原が行きます。中島が戻ります。塩田だ、スペースを探して寺戸、本山、そうですね、ここに来るといい形にできるんですね。本山いった、右足シュート、勝ち越し。東福岡高校前半31分、本山のシュートが決まりまして、2対1勝ち越し。まあ、今素晴らしいシュートだったんですけど、これもですね、サイドに足を持ってますんで、そっちのサイドの方も気になるわけですね、はい、それで、まあ、彼をフリーにさせてしまいましたね。やはりディフェンダーに迷いがありましたかね。そうですね、ちょっと混乱しましたね、ちょっと斜めのドリブルなんですけど、はい、これにこうついていけなかったですね。スペースを見つけて本山が走り込んでいきまして、ゴールを決めまして、これで今大会3ゴール目ということになります。太田のミスです。今のは確実にキープした方がですね、太田君いいと思うんですけど、東福岡、今度また本山、両サイドに人がいます。本山自分で行くか、右足のシュート、バーに当たりました。また先ほどと同じような角度から打ってきました。本山の良さが今出てますけどね、非常に細かいステップワークがあるんですね、彼には。まあ、そのシュートの正確性というのもありますけど、非常に柔軟さを持ってるんですね。ものすごい広いように見えますけどね、線を細いように見えますけどもね、キーパーの手、そしてポストに当たっています。復元力がものすごく速いんですね、ステップを踏んだ後ですね、はい、広がるんじゃないかという気がしますけど、はい、本山、小野、そうですね、今のも宮崎、本当に頭を使ったプレーですね、もう自分のボールになりそうもなかったら相手にやって出すというようなですね、はい、そういうのを持ってますから。ユース代表の司令塔としての活躍を期待されている小野、さあ打ってきた、今はビッグチャンスだったですね、真ん中に宮崎も、真ん中に、ちょっと迷いましたね、決まっ2対1と東福岡高校がリードして、まもなく前半45分を迎えます。小野がボールを取りました、ね、直接狙っていったか、おっと、狙いは最高でしたね、狙いました、よく見てますね、視野が非常に広いですね、今ゴールキーパーが出てましたから、軽く打ってきました、チップ気味ですね、逆回転をかけてですね、はい、狙いました。ハーフタイムの指示ですけれども、まず東福岡のですね、柴監督は6番の平川に注意しろということが一つ、はい、それから中盤が頑張ってつないでいけということ、はい、そして11番の古賀に対してですね、ワンツーで突破していけという指示を出しました、はい、これは清水を気をつけなきゃいけないんですね、本山非常にボールコントロールも高いですし、はい、さあその本山です。本山がトップに入っています。本山、さあ古賀シュート、そうですね、打ってきました、角度がないところから打ってきました。2対1東福岡リード。小野スルーパス通った、いいボールなんですけどね、ちょっと反応が遅い。太田、上原、ユースの代表監督の清駒さんがいらっしゃるということで、選手たちの意識もかなり高いんじゃないかと思うんですが、ぜひアピールしてもらいたいなという感じしますけど、それくらいの気持ちでやってもらいたいですよね、ですから候補選手みんなここにいる11人はそうだと思いますから、みんなにチャンスがあります。まだその先行の段階でですね、はい、これチャンスですね。さあ、ボールを取った、上原、そして小野が左に流れる、真ん中には太田、そうですね、もう一人キープするか、サポートしたらセンタリング、合わせられない。まして1ヶ月以上練習をこのところできませんでした、まだ回復具合は8割ぐらいという話、昨日の準決勝でも後半から出てきました。これは通りません、素晴らしいアイデアだったんですけどね、ちょっとボールが強すぎましたけど、古賀誠二、
グランパスの古賀正弘選手の弟。180度方向変えて出すんですね。もう完全に周りが見えてないとできないプレーです。しかも柔らかいですね。そうですね、柔軟性。2対1東福岡高校がリードしています。ちょっとさあ、ここが誠司持っていく、左足のシュート、3点目、やはり来ました。今ですね、取られ方がまずかったですね。小野君にボールを出す横パスだったんですけど、いや来ると分かっててやはり来ました。そうですね、これはもうチームのこう戦術になってますね。もう取ったら早く左右に振ると、空いてる方のスペースですね。ほとんどプレッシャーかけられません。しかも対角に放り込んで、古賀誠司4試合連続ゴール、今大会7点目のゴールを決めている古賀誠司です。これもいいボールですよ。非常に体のうまい使い方をしました宮原。そして古賀大蔵から、今度もまた古賀誠司ちょっと届かない。バックアップは本山、ドリブルでシュート打ってきました。このあたり清水翔吾は油断できません。非常に層の厚い攻撃になっています。東福岡が2点をリード。ディフェンスラインでもスッとこう上がってくるんですね、ボールを受けに。さあ本山ボールを取った。本山も運動量落ちませんね。彼はスタミナもありますし、もちろんそのテクニックが高いんですけど、はい、さあ古賀誠司センタリング、古賀大蔵がいますがちょっと合いません。そうですね、簡単にちょっと奪われすぎですね、清水翔吾。青柳から古賀誠司にまた通る、打ってきた、また打ってきました。今のも決定的でしたね。古賀大蔵ドリブルで抜いていきます。スピードが落ちない。センタリング本山、本山のシュート、ギリギリでしたね今。これも左に外れました。わずかですが外れています。彼は中盤であのパスをするというよりですね、この、フィニッシュのところですね、非常にいいものを持ってますね、はい、非常に今もキープ力がありました。非常にアジリティってあの細かいステップワークも、あの高いですし、はい、ユース代表候補本山です。残り時間があと2分を切っています。手元の時計、3対1と東福岡高校がリードしています。いいね、宮原が渡り抜いていく。そして古賀誠司のシュート、スタンドに飛び込んでいきました。古賀にボールが当たりますと場内からも大きな歓声が上がります。ケレミがないからですね、見てて気持ちいいですね。そうですね、このシュートです。普通はこうセンタリングを狙うような感じなんですけどね、あの位置ですと難しいですよね。ほとんどシュートを狙ってますね、はい、彼は。しかも昨日の試合なんか見てます。さあチャンスになるか、清水翔吾シュート、去年決勝で敗れた東福岡。この後外に開いてもらいたいですね。ちょっと遅いですよね、今時間かかってますから。小林から、その小林、上原のシュート入った、1点を返しました。ロスタイムで1点を返した清水商業、3対2。